はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は投手で挑戦者大谷くんを使っていきたいと思います。でデッキの方は、こんな感じで、一応ね今回は、音符を重視して配置しました。ほんとね、あの名強でやるときは音符のね、特にガード緑がねかなり悩むんすよね。なんかもうこいつ絶対出なきゃいけないっていうようなねキャラがガードにいなくて、まあ、一応ガード枠としては今回はカオルちゃんと彼女枠としてエクちゃんを連れてきてます。でエクちゃん連れてきてるんで、ルナちゃんは二刀流バージョンの方ですね。でルナちゃんのね二刀流バージョン役割変わっててバウンサーになってるんですよね。でバウンサーがだから今回2人でレンジャー1人の、スナイパー1人という感じになってます。まあ、これで果たしてハマるかどうかっていうところはあるんですけれども、一応これでやっていきたいと思います。まあ、大谷くん今回あとね、不屈の魂の方を取っていきます。チャレンジまだ終わってなくてそっちをやんなきゃいけないんで、カオルちゃん、カオルちゃんもね根性があるからね、緩急か。あれ、そういや二刀流ルナちゃんって金徳何くれんだ。まあいいや、後で見てみよう。二刀流ルナちゃん投手で使うのそういや初めてか。あ、根性骨がある、根性骨があるとはいえ取れるかな。ちょっと最初はワールド高校は筋力、こっちは技術か、メカニクスの技術にしよう。でメンタルいいね。エクちゃんは確か体力回復してくれるよね。だから次は練習しておきたい。パワープロアプリの方でもねエクちゃん来てますけど、性能がちょっと変わってますよね。まあ、性能というか金徳絡みの最後のデートがね変わってるんで、マインドブレーカーがね取れないはずなんですよ。で今回は、まあ、サクスペの方なんでマインドブレーカー狙っていきます。まあ、その代わりね二刀流のなんちゃらみたいな新しい金徳がエクちゃんで取れるんですけど、ここはコツを取りに行くか、まあ、または音符を揃えるか、こっちだな。まともくんがね本当に金徳成功するか失敗するかで大きく変わってくるんで、緩急は変化球だからまだ無理だな。銃じゃさすがに取れない。あ、カチュウがあるんだった。でもカチュウも無理か。緩急5になった。ルナちゃんが今回変幻自在じゃないからね。あー、エクちゃんがいる。こっちにしよう。まずはエクちゃん乗っけよう。ドキドキ心霊現象、これ一番上でいいかな。一緒に探す。で大谷くんカチューン掴んでカチューン潰しちゃうか。ゴミ拾いしとこう。でこれでカチューン取れるかな。変化球が全然溜まってないけど、よし、いや取ろう。でコントロールか。エクちゃんがいればエクちゃんを狙いたいけどいない。技術今のうちにもうやっとこう。やれるときにやる。コンプリート。速球対抗心、速球対抗心自体はね、どうしようどうしようダメ。変化球だいぶ稼いだな。よし、根性取りに行くか。じゃあ取れるかどうかは分からないけど、あーエクちゃん友沢のコツもちょっともらっとく。ポーカーフェイスはいらないけど、まあ、3で掴んでおくと。お、骨格きた。よしよしよし。投手くれるんだ。後で投手を取り直そう。
あーここ監督評価も上げたいけど、こっちでいいや。まだ2か、揃わなそう。そして微妙、一応狙いに行こう。次は精神で決めたいな。モテモテはいらないからね。ちょっと真ん中にして体力を減らさない方向で。そっか、虹谷入れるってことは大谷くんじゃねえ、やらなきゃ、あれよお守りが必要ないってことだ。まあ、いつ来るかはまた分かんないんだけどね。コツがあるけどな。ちょっとメンタルにしよう。やっぱりちょっとレンジャーが一人だからきつそうだね。特に潰すのはないから、こうコツが欲しい。デートがねちょっと詰まるんだよね、ここの高校は。迷宮ダンジョン、あ、ダンジョンが来てるね。で、途中までは別に変わんないよね。どうする、友沢の評価も上げつつスタミナでいこう。あ、これ回復してもらおう。いいところに来た。まあ普通のイベントでも回復は取れるんだけど。残り2ターン、よし、これは問題なさそうだな。変化球、天空中央は揃えらんないよね。体力はあるから上で大丈夫。さて揃った、 OK。 変化球だけない。ここはここ、監督評価を気にしつつルナちゃんの評価で根性をつかんで、まあ、虹谷はドクター系でいいでしょう。さて12月のね3週になったらちょっとダンジョン使いたいんだよね。イベント経験点上がるから、それまではまあ普通に手に入れた迷宮でいいや。守備、臨床が結構溜まってきてるね。不屈の魂が欲しいからなだめよう。これで打たれ強さがもらえますと。北風太陽、精神足りなくなりそうだから太陽にしとこうか。相手でもカオルちゃんいるのか。でもまあ復活で精神を使うんで、ここはここ、ストレートでいいでしょう。でもう次は変えちゃうか。大谷とかまだ乗ってないんだ、そもそも。ここでおさばらしよう。まあルナちゃんね、テーブルが変わってるから変化球ポイントは稼げるようにはなってる。その固有のねやる気効果アップがね、これが精神ボーナスだったらかなり使えたと思うんだけど、ちょっともったいないけど、間違えた、デートとか全く進んでないけど、ダンジョンに切り替えます。でイベント経験点が発動してくれないと OK で、これは揃えていこう。待って、少し揃えよう。コントロールはなまだ置いておいて、変化球をどうしようか。まあフォークかな。
カーブ、でも普通に行こう。フォークとカーブとりあえず覚えとこう。ほい、激闘第一。リクちゃんどんだけ普通だっけこれ。うん、まあ普通だね。お、いいね、まあ、タックが絡んでくれて音符が結構揃うっていうのは助かるよな。で、ラブパワー、そうか、彼女キャラ入れるとラブパワー発動しないと楽譜がもらえないんだ。ここもちょっとめんどくさいな。うまくいけば一発目でもらえるんだけどね。あ、いいねいいね、かなり経験点もらえたな。大谷くん、虹谷かー、ちょっと大谷もあれだけど虹谷掴んどきたいよね。ポンコツを掴んで早々に技術をさばきたい。キレか、協力する。忘れないうちに、じゃあキレ掴んで、環境も5になってるからね、ポーカーフェイス一応取っとこう。もうこの段階で根性は1だと114か、ちょっと厳しいね。まあコントロールでいいや。よし、回復しよう。ここはなだめる精神。よし、まあまあまあ悪くはないね。残り3ターン、体力量も練習1回分しか振ってないから、ここお通過した。ちょっと待ってね、本当に技術だな今。低めでも取る、直撮りする。低め低め低めを直撮りしよう。ちょっと技術をさばくために。あー、ここ悪くないね、二次体のコツもあるし。球速上げるか、球速をちょっと上げて145にしとこう。これで少し技術がさばけたんで、コツ、虹谷はコツ、とにかく。よし、奪三振で、友沢と根性を少し掴んで、ここで揃えられるね。揃えてかつ回復して、バレンタインで回復。虹谷ポンコツは最重要で掴みたいから、脱三はもう3で取ろう。脱三脱三どこだっけ、ここ。虹谷さん、コツをください。アウトロー9位、よし、ポンコツ。勉強できないのはしょうがない。おお、いいね。で、残り1ターンあるのか。ルナちゃん、黄色と青、ディレイドアームとか。ディレイドアームもくっそ重いからね。どうしよう。変化球ポイント足りなくなりそうだからな。でもこれ紫だらけなんだよね。激闘第一はそもそもね、赤ばっかりだから揃えるのが難しい。で、野球マン1号はね、得意練習と骨指発生率がアップついてるから、これ自体は優秀なんだよね。かなり変化球と技術か。いや、ちょっとこれでいこう。一応全部発動した。こっちだな。っていうか、デート1回もしてない。これはまた2回目だよね。いいね。まともがいるとやっぱり技術は伸びるな。いけ、ダメだ。
さて二刀流の高み、あこれか上か、あやった気がすんね、そういえばこれ、あやってないか、なんか忘れちゃったどっちやっていいや。さて精神が若干足りてなさそうだな。変化球上げるか、カーブ3球締め、シュート、なんとなくだけど、でメンタルでいけるんでメンタルで合わせよう。勇猛果敢ってそもそも何何のコツ。ゲー 22% やりてえ、ここいいや、ちょっと諦めよう、デート進めよう一回。これどっちがいいの、ハート、まあ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 だな、これいや紫3つが来るかって言われたらちょっとわかんないけど、ないねやっぱり紫が少なすぎるからな。これで精神で揃って精神で揃わない、怪我率も高いからな、無理だな。ここもデートしてお茶を濁そう。でここは謝っとこう、人として謝っとこう、イベント経験点がどうとかじゃなくて人として謝っとこう。で回復してだいぶ戻したな。で変化球悪くはない、よし、意外に技術があるね。で最後奇跡的に、あ最後も何もなかったわさっきが最後だったわ。ってことは揃いといてよかったんだな。うーん、なんとなく狙いに行くじゃ、体力がそもそも低いわ。守備か、無理だね、これは無理、無理なのとまた技術が溢れそう。超スローボールとかね、技術を吐くだけだったらうってつけなんだけど、勇猛果敢、あ対強打者か、ってことは大谷くん最後にコツくれるってことだよね。あ逃げ玉取ろう、これでだいぶいいかな。ちょっと精神だね、そうするとミクちゃん進めよう。釣り堀、釣り堀は回復するはず、海って回復しないんだよね。あ玉持ち取れんじゃん、マジか、なんとなく金管にしとこう。外線は別にいらないんだけどね。魂取ってコツは、あー虹谷かー、まあでもちょっとこっちでいいや、ポンコツ3は掴んであるし、うん減らされるね。いやこれはもう全然揃えらんねえわ、やっぱりちょっとメンタルでいこう。メンタル用の楽譜シラスなんだよね。そうするとここはどうか、リリーフか、まあいいや別に任せよ、出なくても大丈夫でしょう。監督評価はもう乗るはずで、シュート、大谷くんコツ1かな、最後にくれんの1だよね、1点も取れねえし。出番はなかった悲しい。いやでもだってもう110いくつのはずだもん、だって
見守って、そうだよここでもあれ使うんだよ精神。てかさ、カオルちゃんメンタル来てなくね。まあここも無理してやるくあれじゃないしな。デート4回目これって回復するんだっけ。結構疲れそうだけどね、逃げてるから。めっちゃ回復するし、むしろ。あ、対強打者ももらえる。なあ、エクちゃんいいな。やっぱりいいな。で、西谷。ここはもうコツ狙い。よし、コンコツ。あ、でももう A まで上げちゃったんだ。もったいなかった、もったいなかったね。あ、メンタルが来てる。カオちゃんもらっとく？そもそも楽譜をもらってないからね。カイドウ、カイドウはあれだよね、試合経験点があったはず。よし、ちょっとでももらっとこう点を。喧嘩の体力減るところがちょっと嫌だよな。で、メジャーミスターゼロか。緊急登板、尻上がり、精神が欲しいんだけど、精神的なもの、精神的なものがない、マジでない。メジャーか、メジャーちょっと最後に取っときたいから。でもまあ6月の2週か、そうだね。エクちゃんってマインドブレイカー失敗すると評価下がるんだっけ。いいや、ちょっとやっとこう、消化しとこう。もうここで輸入 T シャツどう。よし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 、マインドブレイカーゲットしたけど、ちょっと能力的なものを見ていかないと。絶対精神足んないよ。まず臨床は OK、 マインドブレイカー取ろう。で復活、これも骸骨ないでしょ。ど根性取って、不屈の魂もきついな。じゃあここはちょっとやっぱ精神のある街道でいこう。よし、ちょ全部発動はしてくれた。回復発動してくれるとだいぶ楽だかんな。あれ俺のさスタミナって全然ないじゃん今考えたら。スタミナ増やしてこう。3OKOKOK、 いいね、回復量がいいよね。ゲッ、2回で揃わなかった。2回で揃わないと結構きついんだよな。監督評価も大丈夫、スカウト評価上げてこう。ミスターゼロは取れないな、これはもう絶対取れない。もう3ターンかかった段階でダメだからね。ここルナのコツが取れんのか。行こう、根性が欲しかった。みんなコツは変わってないよね。でもここはちゃっちゃと打ってこう、ちゃっちゃと打ってく。シュートが4、これで一応オール4にはなったか。0点に抑えたけどさ、スタミナがないから大谷君に変えられた。メンタルなんもない。カオルちゃんか、 41% か。回復系アイテム持ってきてないかな。寝よ、おとなしく。これで全開、急速に自体。大谷君、大谷君のコツを取っておくのもまあありだよね。スタミナ上げつつ、くんねえし、バカ、やだな。球速を結構上がりそうだな。球速155まで上げておこう。その代わりスタミナがないからね。
ていうか点取られすぎでしょ。俺は実績点2か。よかった、攻撃の手を緩めないでおいて。スタミナよし、3がうまくいけば揃えられるかな。回復力アップあるのいいよね。ここはちょっとうお全然だな。やっぱ緑もうそんなに多いわけじゃないんで、大谷くん筋力も結構使っちゃってるからね。ここも普通に打ってこう。さて、不屈の魂、37の50か。根性もうちょっと欲しいよな。こっちがアウトロー球は大したことないからもらっとこう。速球対抗心は球速が速いからね。投げ切ったね。なんか揃わないか。大谷くんすげえな。レベル5だとすっげえ経験点くれない。10%筋力いるか。まあいいや、やっとこう。経験点を取れるときに取る。次はもう確実に精神だね。精神で揃えられるんだったら楽譜変えちゃうか。スタミナ D にしておこう。投げ切ってはくれるね。復活持ってるからか、やっぱり。あ、もともと終わったわ、楽譜が。ということは揃えられるやつ、暁台精神をやんなきゃ無理だよね。いや無理だ無理だ、これは精神じゃないと無理だ。ってことは緑にここら辺しか無理じゃね。ブレインマッスルは、いやもういいや、ここで。あ、ワールド高校あれじゃないか、実は紫じゃないか。緑緑かと思ったら全然違った。てかワールド高校のさ音楽直ってなくね。これ太平楽の音楽だよね。前も言ったけど、前も言ったところから直ってないっていう。じゃあ取れるもん取ってこう。普通の魂でしょ。で勇猛果敢はまたくれるはずだから、対強打者を大谷くんが。やっぱ精神なくなったな。精神がなくなってしまった。変化球が余ってるから手応えを取りたいけど、手応えも精神使うのか、ちょっとバランスが悪そうだな。まあいいや。まあなんとか甲子園優勝。さて精神が足りなそうだね。技術余りになるかこれは。
金徳的にね先発だからね、ちょっとスタミナがないんだけどな。タイピンもくれんのか、エクちゃん結構コツくれるね。で対強打者もらって、ルナちゃんもエピローグがありますと。先制ストライクか、まあ8700、まあ、8000は超えるというところだよね。でタイピンとかもな、厳しいかな。投資取るとほんとなくなるわ。有毛化はもう絶対取るでしょ。でそこからあんまり精神を使いたくないんだよね。かといって変化球を伸ばす、次の球種取ってもな、サークルチェンジとかあってもいいんじゃん。ちょっと待って、チェンジアップ2球種目で取って緩急をつけよう。でツーシームも取れば変化球ポイントが無駄にならないけど、他に変化球ポイントを使って取りたいもの、ジャイロボールとかってあれか、精神使わないのか。クロファイも精神使わないじゃん。じゃあこれにしよう。技術もさばける、ほとんど精神使うよね、ま、技術はもう全部使うからね全部っていうか、ま、投手とかは使わないんだけど、もう精神と技術はもう全部だよ本当に。でせっかく敏捷ポイントはクイック取るか、じゃあクイック使わないね。でそうすると筋力も余ってるから精神あんまり使わない。これでさばいていくか。なんだかんだ160までいったな。よし OK、 あとは技術精神タイピンと、打球反応。そこからなんだかんだでうまくさばけそうだな。内角バント封じ、おおいいねいい感じでいい感じで経験点はさばけた。もう無理っしょ。あとはちょい、あ待って、弾道上げとこう。使うかって言われたらあれだけど、というような感じでね。まあやっぱり挑戦者大谷くんね、使いやすいね。まあ急速キャラなんでね、まあ、急速キャラ2人は入れられないですけれども、まあ、もし入れたら入れたで不屈の魂とドクター K がね確定で、まあ、両方とも選択で選べるっていうところがかなり使いやすいし、イベント経験点も高いし、タックも悪くないんで、まあ、使いやすいキャラにはなってると思います。まあそんな感じで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。